はい、皆さんこんにちは。レック専任講師の横溝です。いよいよ2018年度行政書士試験ですね。準備の方はいかがでしょうか。まあ、当日11日は12時半までは勉強ができますから、そこまでぜひ最後に確認したいことをしっかり確認していただいて、そして12時半になったらもう合格したいって気持ちを一旦忘れるということね。これとても大事です。目の前の問題に集中してひたすら一問一問きちんと解いていく、解きやすいものを探しながら解いていくっていう、その姿勢で4時まで、あとはあがきまくってください。もうここまで勉強してきた成果を十分に発揮するということができれば絶対合格しますから。あなたが合格しないわけがないですからね。ですからその合格をしっかり確認してくるぐらいの気持ちで本試験会場に向かってもらえればなと思います。そう、受験票忘れないでね。めんどくさいですから、いろいろ再発行とかしてもらえるけど受験票忘れないで、あとそれから時計、腕時計ね、ちゃんと持ってってください。普段スマホとかで確認してる人は腕時計忘れないようにしてください。忘れ物だけは注意をしながら、あとは全力で、試験ね、本試験は駆け抜けてきてもらえればいいかなというふうに思ってます。まあ19時からですか、11日の19時からは回答速報会というのも渋谷駅前本校でやってます。よかったら、そちらの方に顔を出してもらえればなということなんですね。ということでぜひ、頑張って、行ってきてもらえればなということで、恒例のですね、まあ、送り出しをしていきたいと思いますので、まあちょっと画面の前でね、一回深呼吸してくださいね。いきますよ。はい、ということで合格に向けていってらっしゃい。行ってきます。